ます。番号を書いてありますよね。で、これ引くんですよ。引いたら、あの番号を言った人、書いてあった人がこのプレゼントをプレゼントします。じゃあ、32番持ってる人いる？お、おめでとうございます。じゃあ、物販で渡したいと思います。お名前なんですか？吉秋さんです。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。改めまして、皆さん、こんにちは！こんにちは！皆さん元気ですか？元気です。元気です。まだ疲れてませんか？元気です。最後ですけど。全然元気。次もゆずきがあるのでもっと盛り上がってくださいね。まだありますよ。終わりじゃないですよ。終わっちゃない。はい。で、あの次の曲はすずのオリジナルソングです。聴いてください。ひまわり。どんな小さな種
来ましたか？来てないですか？何も置いてなかったですか？家に。そうですか。すずはサンタさんが来ました。サンタさんが来たんですよ。それで皆さん、すずはなんか地球グミとクレーンゲームのなんかおもちゃあるじゃないですか。わかります？うん、それとあとなんか丸いなんかのやつ頼んだんですけど、チキグミが届きました。80個です。おお、もう食べきれるかな。意外と多いな。もういいよ。イエーイ。80個です。はい、皆さんも明日来るかもしれないので、はい、明日サンタさんが来るかもしれないので、はい、皆さんもどうか来ますといいです。来るといいですね。で、次の曲は、次の曲で最後になります。岡山をテーマに作ってもらいました。で、すずは海や山が溢れる岡山が大好きです。それぞれのふるさとを思いながら聴いてください。次に最後に歌う曲は新曲です。聴いてください。いつかあの場所へ。